いろんな人に親バカだねって言われるんですけど、でも事実なんですよ、可愛いの。今日ですね、綿毛さんの投稿をしたんですよ、ウェザーリポートとインスタグラムの方に、あと昨日はツイッターにも載せたんですけれども、綿毛さんとお出かけする前に、綿毛さんの爪切りとこう毛を抜くグルーミングっていうのに行くために月一でお出かけしてるんですけど、そのお出かけ用バッグに綿毛さんを入れたら、こう中に入ったかと思いきやひょこって出てきて、キョロキョロしてまた中に入ってっていうのを繰り返してて、もうそれが本当に可愛かったんですよ。もうインスタグラムに投稿した時にハッシュタグ天使、ハッシュタグ国宝ってつけました。ハッシュタグ世界遺産、ハッシュタグ宇宙の宝もつければよかったですね。もう国に収まらないレベルの可愛さで、もう本当にたまらなかったんですよ。ぜひ皆さん、私の親バカ、いや親バカじゃないんですよ、いろんな人に親バカだねって言われるんですけど、でも事実なんですよ、可愛いの。だから親バカじゃないです。そうなんです、客観的に見て宇宙一ってなるので、多分親バカじゃないです。いやでもみんな思ってるのかな、皆さんね、うちの子が世界一って思ってるのかもしれないですね。いやでも揺るぎない事実、そうなんです、もう本当に一切のフィルターを振り払って、通りすがりにの通行人がパッて見たぐらいの気持ちで見ても世界一ってなるんですよ。はい、本当に可愛いので、皆さんもコメントで可愛いねとか、天使だね、確かに国宝だねとか言ってくれてすごく嬉しいです。ありがとうございます。だんだんと暑くなってきて、あ、違いますね、暑くなってきてないですね、だんだんと寒くなってきて、綿毛さんの毛もですね、冬仕様に白い感じのモフモフに、さらに毛量が増えてきたんですけれども、気温も下がって各地で紅葉もだんだんと色づいてきているようですね。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ちょっと赤い、なんか恥ずかしがってるみたいに見えますよね。あ、ただ暑いだけです。